じゃあ、いよいよイタリアの話なんですけど、どうしてイタリア、いつぐらいからイタリア行こうって考えてた？まあ、その大学卒業するときの進路として考えてたときに、まあ、正直、なんか、あんまりいい方じゃないかもしれないけども、筑波は、まあ、やっぱりもうサッカー界にいろんな人が、もうサッカーの世界、J リーグ、サッカー界、いろんな人がいて、いろんなつながりがあって、で、自分の上の人た、先輩たちでサッカーの世界に入っていく人たちを見ていってると、まあ、選手になる人たちは、選手レベルで、そのプロのレベルに達してるってスカウトされていくけども、コーチになる人たちは、まあ、言ったら、一緒、同じように勉強してて、で、なっていってるってのは、なんでかなって見てたときに、まあ、やっぱりその、筑波のつながりっていうのはすごいああ、なるほど。大きかったり、結局 J リーグとか、まあサッカーの世界、まあプロスポーツの世界ってあんまり人の一般募集って基本的にないじゃないね。特に J リーグ、まあ、ない。なかなかないね、コーチの一般募集は。となってくると、やっぱりその人のつながりでっていうのがあって、で、まあ部活以外にも筑波のサッカー部にいると、その指導者養成で B 級、A 級、S 級の補助学生として、学生がね、手伝いに行くっていう仕事があって、まあ、そういうのも活かしてもらったりとか、まあ、それの大会だとか、JFA とか、クラブユースが運営する大会の補助だとか、そういうので行ったりとかして、やっぱりそのサッカー協会関係の人、クラブの関係の人たちと顔を合わせて、一緒に仕事がもうながらにできて、そういうとこで、まあ、もちろんちゃんとした仕事をして認められればだけど、やっぱりつながりができて覚えてもらえる、名前を覚えてもらえる。で、そういうとこでなんかいい仕事をした人たちがどっかのクラブで人を探してて、あ、そういえばあいついたなって言って呼ばれていく先輩とかも見ていってて、あ、これはそういうのをうまくやっていくと、プロの世界に、俺らでも入れるチャンスはあるなってのは、思ったなるほどね。の。何もないくて、ただもうサッカーの勉強だけしてて、つながりがないとなかなか難しいけども、そういう人のつながりで入り込んでいくチャンスはあるなってのは、2年生ぐらいの時ぐらいかな思ってて。で、だけども、まあ、それで入って、じゃあ、果たして10年間やっていけるのかなっていう、その、言ったら、つながりだけで入って、もちろん実力、やっていって実力をつけて、ね、実力があって、残っていかなければいけない世界だってのは分かってたから、でも、今この状態、自分のサッカーの知識や経験や持ってるものでやっていって、10年後、特にサッカーがうまかったわけでもないし、なんかサッカーについてめちゃくちゃ詳しかったでもない自分が10年後生きていけるのかって考えたときに、あ、多分そのまま入っても無理だなと思って。で、だったらやっぱりちょっと人と違うものを持ってないと生き残っていけないんじゃないかなって漠然と思って。で、その進路を考えてるときに、まあ4年生のときにまたいろんなところでつながって、た人たちが、まあ、海外で勉強してたり、あとはまあ身近な先輩が海外に勉強しに留学したりとか人が、違いたから、海外に行って勉強するってのも、まあ一つ手じゃないのかなっていうのを思ってから海外に興味を持って、で、まあいろいろ調べて、まあスポーツのトレーニングしろ、医学トレーナーとかにしろ、スポーツだけで見ると、やっぱアメリカに行く人が多かったんだけど、そうだよね。でも、やっぱサッカーって考えた時に、まだメジャーリーグサッカーとかもなかったし、アメリカでサッカーっていうものは、やっぱり一番じゃないなっていうの。で、まあサッカーで一番って言ったら、やっぱヨーロッパなだろうなっていうのがあったから、まあヨーロッパの方がやっぱいいんじゃないかっていうことでいろいろ探してて、
で、まあ、その中でも、まあ、やっぱり数少ない情報の中でもそういう知り合いのつてとか、うん、そういう情報を得られるものがあったのが、まあ、イタリアと、まあ、オランダっていうのも一つ選択肢だったんですけど、ね、うん、でもオランダはどちらかっつったら、まあ、ビザとかもやっぱ高知でビザを勉強でビザを取るっていうのが難しいっていうのもあったし、うん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 、からまあで、まあ、時間的な制限も決めなきゃいけないっていうのも制限もあったし、まあ、イタリアっていう方が可能性があるかなと思ってたら、まあ、イタリアは、まあ、フィジカルコーチのライセンスがあるっていうことが分かって、うんうん、ほうほう、でもライセンスがあるっていうことはそれを学ぶコースがあるんじゃないかなっていうのはあって、うん、というとそうなるとまあ学ぶ環境があるんじゃないかなっていうのがあって、もうそれでじゃあイタリアに行こうっていう、うん、全ては分からなくともなんかなんとなく、イタリアに行こうって。これでもいつ井田ちゃん言ってたか覚えてないけど、うん、黒人の選手が少ないからヒントがありそうみたいな話をしてた気がする、イタリアを選んだ。ああ、それも当時まだ、うん、自分たちがいた頃は、うん、代表にも黒人の選手ってほとんどいなくて、うんうん、まあ、白人の選手、まあ、他のヨーロッパの国、フランスにしてもオランダにしても黒人の選手が多くて、うんうんうん、まあ、やっぱり黒人の選手の体のまあ、作りというか筋肉のつき方だとか骨格の部分っていうのはやっぱり全然白人や日本人とかと全然違うなっていうのがあったから、まあイタリア行ってた時にまあそれをやっぱ彼らとに日本人が彼らに勝つためにはその同じことをやっててもダメだなと思ってたから、でイタリアの、うん、イタリアの代表をまあ黒人がいない中で、うん、まああれだけ強くてっていう、まあそれはなんでなのかなっていうのは確かに、うん、それは多分でもイタリアに行ってから思ったことかな。ああ、なるほど、うん、なるほど、うん、そこで出てきた結論は何だったんですか。結論、イタリアでイタリアでイタリア人がなぜ強いのか、うん、まあ結論としてはこれもまあイタリア5年間いて、もう本当5年目ぐらいに気づいたことだけども、結局、きちんとサッカーをしてるなっていうことだった。まあ漠然と言えば。っていうのは、やっぱり日本で、まあ自分が小学生を教えた時とか、あとイタリアに行って、うん、まあイタリアでの練習のトレーニング見ても、別に、うん、そんな変わったトレーニングをしてるわけでもないし、うん、まあ、言ったら日本人の子たちの方がうまいのになってのはずっと思ってて、うん、でトレーニング内容もそんな、ね、普通にポゼッションしてたりシュートの練習してたりっていう、そんなに変わりがあるように見えないのになんで差がつくんだろうなと思ってて、うん、でまあ毎年日本から指導者の日本人の指導者の人が勉強に来てたりとかして、うん、その通訳とかって遠藤してる時に日本人の指導者の人がどっかのクラブの指導者のイタリア人の指導者の人に、うん、まあ、今僕は中学生を見てて中学1年生を見てて、うん、あ違う小学生かな、で、まあ小学生だから技術的なことを伸ばそうと、まあ、まずこの1ヶ月はドリブルの練習を主にやってて、うん、で、その次の月は、まあ、パスのトレーニングをメインで、うんうん、やろうと考えてるんですみたいなこと言ってで、まあイタリアとかどういうあれでトレーニングを変更してるんですかみたいな、まあそんな感じの質問したときに、うん、イタリア人がの指導者がみんなすごいハテナハテナみたいな感じになってええみたいな、うん、なんでサッカーの、うん、サッカーには、まあ、ドリブルもあるし、うん、パスもあるし、うん、シュートもあるし、うん、なんでそうやって分けて考えるのみたいな、あサッカーのトレーニングしに来てんだからパスもしなきゃいけないドリブルもしなきゃいけないシュートもしなきゃいけないでしょみたいな、なんでそんなに分けるのってなった時にそこにいた日本人の指導者も自分も含めてんみたいな逆に、まあ、確かになんかそうやって分けて考えがちだなみたいな、うん、でそういうのをちょっとみんなで話しそこで話し合った時に、うん、まあ日本って結構もう部分部分で分けて考え
サッカーの中でもその要素要素で分けて考えるけど、イタリアってどの年代でもどういったトレーニングをやる。だからあのちっちゃいからフィジカルトレーニングをやらないって、まあもちろんね筋トレをガンガンやるってことはないけども、うん、そのまあ体を動かすためにどうするとか、それをサッカーの中にうまく組み合わせてて、だから全ての要素が入ってる。技術的なものも、うん、小さくても戦術的なものも動き方だとか、うん、簡単なものを入れてたりとか、一緒に動くとかそういうことをやったりとか、うん、戦術的なものも入ってる。で技術戦術、まあ、体力的なものも入ってるっていうのを、うん、あもうサッカーっていうもの自体をちゃんとちっちゃい頃からトレーニングしていってるんだなっていうのは、でそれで日本との一番の違いってここなのかなってのはその時に思って。なるほどね。っていう、うん、まあ、イタリアに行った時の一番の気づきってのはそこなのかな。へえ、面白い、うん、なるほど。フィジカル的なところはイタリア人って、うん、まあ、まあ、総評できないかもしれないけど、うん、でもやっぱりイタリアってどの町クラブとかちっちゃなクラブでも、うん、あのフィジカルコーチっていうのはやっぱり専門的に一人いて、やっぱりちっちゃいクラブだったらその育成で一人とかそういうのなんだけども、はいはい、でそういう人たちがやっぱりついてその毎日のトレーニングの中に、うん、その人のやっぱパートパートがあったりとかして、うんうんうん、だからあのフィジカルトレーニングっていうのをすごい大事にしているなっていうのはあったのが一つと、あと、うん、日本にいるとき大学なんかで自分も大学トレーニングとかやってるときって基本的に週の頭アイフィジカルの日っつってもうその日のトレーニング全部フィジカルになったり、はいはいはい、うん、っていうあれだったけども、イタリアにいると、まあ、やっぱり週末に試合があって、うん、そのために準備をしなくするっていうのが、うん、まあ、週のトレーニングがオーガナイズされてて、でそうなったら週の何日目にどういった刺激を入れるのか、まあ、フィジカルの中でも、うん、じゃあ今日は、うんうん、あの有酸素で走るようなトレーニング、今日はスピード系だとかパワー系だとか、うん、そういうのがあのもう毎日のトレーニングの中に何かの要素が入っていて、はいはい、でそれはなぜかといったら最初に言ったようにやっぱりゲームから逆算して、うん、それぞれの必要な刺激を入れていってるっていう、うん、でそれを毎週毎週回していってる、うんうん、そういったサイクルがあるっていう。フィジカルトレーニングもやっぱそういうのがきちっと考えられてて、うんうん、いやそういうのはすごい大事だと思ったし、うん、あ日本には自分がいるときは持ってなかった考えだったから、うん、やっぱり週の頭にはいフィジカルやりましょうつってもう何でもやる、もう走るし飛ぶし、うんうん、アジリティもやるしみたいな、うん、その日に詰め込んで、あとの日は基本的にはもうサッカーのトレーニングっていう、はいはい、ことが多かったからずっと、うん、だからあそういうその考え方の違いも、まあ、イタリアで、まあ、フィジカルのことに関して学んだというか考え方が変わったのはそこの部分が一番大きいかな、うん、なるほど、うん、その結局フィジカルのなんだっけフィジカルコーチのライセンスっていうのは取りに行ったの？まあ、実際にはまあ、フィジカルもうコーチのライセンスは、うん、S 級みたいなもう1個もうプロライセンスしかなくて、ああそういうことか、うん、そこに入るためには、うん、まあ基本的にはイタリア人のためのライセンスだから、はいはい、そうだよね、うん、外国人が受けるためには、うん、もう、その国のサッカー協会の推薦が必要だってことが言われて、うん、で1回まあ日本サッカー協会にも問い合わせたけども、うん、まあ全然どこの馬の骨かもわからない人間にはこんな推薦出すわけないって、そう出せないって言われて、あうん、って言われてもう諦めた。なるほど。なるほど。でどうやって勉強してたの？その点に関しては。いやもうだから、うん、結局はもういろんなクラブ毎年移り変わりだけどもいろんなクラブいろんなカテゴリーに行って、うん、トレーニングを見て、まあ、試合に帯同してっていうことをやっていって、うん、もうだからもう自分で見ながらっていうことが多かった、うん、そのやってることそのクラブがやってること、うんうん、そこの監督がやってること、うんうんうん、のを見て、あこういう流れになってんだな、こういうことをやっていくんだなっていうのがあって、うん、それで自分の中でまとめて、うんうん、勉強したっていう。なるほど。が多いかな。あじゃあそのチームではちょっとこうフィジカルコーチっぽくやらせてもらったりとかしてた？それ、うん、4年目で初めてかな。
それまではずっともう本当にお手伝いみたいな感じだったけども、うんうん、4年目に始めて、それはもう大人のチームだったんだけど、セミプロのチームで、うん、地域リーグみたいなとこか、うん、でその監督イタリア人に誘われて、うん、その人の手伝いというかアシスタント、まあ、もうちゃんと契約してもらって初めて、うんうん、でやってた時にそのそういうのを、まあ、監督と一緒にだなそこは、うん、一緒に、で、まあ、そこが一番やっぱり、まあ、あの試合に向けての本当に準備というか、うん、プレシーズンからインシーズンもだし一つの流れっていうのが一番学べたとこかなっていうの。ああ、なるほど、うん、ちなみにその時って給料もらえるんですか？そこはまあ本当にごくわずか。いくら？何ユーロ？これ200だったかな。ああ、でももらえるんだね。うん、ええー。スペイン聞いた時もスペインはもっともう、もっともらえない、ね、全然もらえない、ね、だってユースで、ね、日本でいうプレミアリーグに参加してるユースのコーチ、うん、ヘッドコーチやってたのに無給だったっていう。そうスペインのだからその事情を聞いた時は、うん、あイタリアの方がちょっとなんかその下のカテゴリーの部分のお金は出るんだなっていうのは、うんうん、そう選手もね、うん、選手もだってイタリアの方が全然給料高かったもんね当時ね、うん、地域リーグの選手とかでもね、そうそう地域リーグの選手とか、うん、結構いいお金もらってたしその監督もそれなりに普通の自分の本職よりお金もらってたからねさ、今は今もそう今はもう基本的にはそんなに変わんないと思う。ああそうなんだね、うん、うーん、イタリアそうか、なるほど。言葉はどのぐらいで覚えられました？本当にゼロから行って、うん、でどのぐらいで覚えたか結局はでも本当に自分の場合はなんか使った言葉しか、うん、自分が使った発した言葉しかやっぱりなかなか覚えれないっていう部分があったから、うん、サッカーで何かができるっていうのは初めてサッカーの通訳をしたのが1年半かそんぐらいの時に初めてまあその通訳の話が来て、うん、不安だったけどやってみたらまあなんとかなったっていうのが、だからサッカー用語はだいぶ分かってきたな、なんかできるようになってきたなっていうのは、うんうん、2年目ぐらいか、うん、でそっから、うん、少しずつだけども、うん、そうだな2年3年本当1年ぐらいでもっとできるのかなと思ったけど、まあ語学センスとかやっぱあるんだろうけど多分俺はあんまりなくてまあそれでも1年半ぐらいでまあだいぶあちょっと変わってきたなってのはそんぐらいかな。周りにもあなんかちょっとイタリア語喋るようになったねって言われるようになったのは、うんうんうん、そんぐらいからなるほど、うん、だったかと。語学学校に行ってたの？最初1年間は10ヶ月語学学校に行ってた。私立？あれ、ペルージャの大学のやつがあるんだよね。そうそうそう、国立の大学があって、まあ、私立の語学学校よりかは安いっていうので、うんうん、でそこで、まあ、それもあってペルージャを選んだってのも、うんうん、なるほどね。あで5年間イタリア。イタリア5年間あ合計。帰るきっかけは何だった？きっかけは、まあ、そのライセンスの部分が無理になったっていうのも一つあるし、あと、うん、5年経って28か23になるときに28で、うん、まあやっぱりそのサッカーで食べイタリアで食べていくっていうことは現実的に難しいと思ったし、うん、で30を超えて日本に帰ったとしたらやっぱりなかなか働き口を見つけるのは難しいと思ったから、うんうん、まあ、20代のうちに帰ってやっぱりその日本でその自分が学んだことをちょっと一回日本でどれだけどういうことができるのかなっていうことを考えたときに、うん、まあ、20代のうちに帰ってきた方がいいかなっていうのは思って、うん、なるほど。それで5年で帰りました。同じだ同じ。で、どんなきっかけでファジアーノになったんですか？ファジアーノのきっかけはまあまあでもこれも大学時代にいろんなところ、うん、結構俺はいろんなクラブとか
そのまあ大学の OB のつてとかを使っていろんな人のつながりを作ってたって、まあそういうの大事になるなと思ったから、そういう人たちとイタリアにいる時も、まあ、結構というかちょこちょこなんか、まあ、お正月にメール送ったりなんかがあった時に、うん、自分新しいチーム決まりましたってなった時に、うん、そういうやり取りをしてたら、うん、で日本に帰ってきましたっていう連絡をして、で帰ってきてからまた全国いろいろ知り合いのところに訪ねて回ってって、うん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 、でそのつながりである人から岡山が、うん、育成のスタッフ探してるらしいよって言って、で、まあ、岡山が地元だから、うんうん、あれだったらちょっと紹介しようかっていうので、でそれで話を聞きに行って、縁だね、本当ね。そう、縁、本当に縁。なるほどね、うん、でそっから今度中国。中国なんでまた中国になったの？まあ中国も本当にそれで縁、岡山を辞めてフィジカルコーチとしてやりたいけども、うん、あまだ日本、結局そのにどのトップチームは特に、うん、やっぱり経験者じゃないとなかなか入っていけないっていうか、うんうん、でトップチームを経験したことが、まあ、イタリアでの、そのセミプロレベルでしかなかったし、うん、やっぱりその J リーグの経験者が優遇されるっていう言い方はあれだけど、やっぱりそういう人たちから入っていくから、うん、やっぱりなかなか J リーグで働くっていうチャンスはなくて、でそういう時に、まあその時期いろんな人がちょこっとずつ中国とか海外に出始めてて、ああその時だよね、うん、でフィジカルコーチもそういう人たち、出ていった人たちが日本人のフィジカルコーチよっていう話が少しずつ出始めてた時で、うん、でその中国の話も日本人の監督が、うん、日本人のフィジカルコーチを探してるけども、日本でじゃあ J とかでやってる人たちってのはやっぱりなかなか行けないし、うんうんうん、あとはやっぱり海外にパンと行ける人ってなかなか実際にはいなくて、まあ、そうだね、うん、あ、まあ、やっぱりね、家庭持ってたりとかしたら余計にあれだし、うんうん、やっぱり海外っていうものに不安を感じて慎重になるというか、うんうんうん、まあそんな中で、まあ全然抵抗のない自分に話が来た時よしこれだっつって来たと来たとまあその時はふと悪く軽くても本当に連絡来てすぐにつないでもらって、うんうん、はい。で、現地ではどうやって教えてたの、実際。現地では、まあ、監督に一人通訳がついてるんだけど、うん、まあ、でも監督専属だから、基本的に一番最初の頃とかは、うん、まあ、中国語全く喋れないし、そうだよね、うんうん。でも英語でやるしかないけど、英語も言ったら向こうは分からない人が多いから。だからもうその最初は通訳の人に頼んで、うん、説明しながら通訳してもらって、でも結構まあフィジカルのトレーニングって戦術とかみたいにすごい細かくて、なんだろう、うん、説明が必要ない部分というか、うん、だからやってみせたら理解するようなことも多いから、うんうん、だからもう身振り手振りと自分がやってみせるのと、うんうん、でそれでなんとかそれでなんとかすごいそれなんとかしたのがすごいわ。うん、まあなんとかなったのかわかんないまあでももう本当そうするしかなかったから、うん、まああとはもうどれだけもシンプルに、うん、説明するかっていうか、うん、そういうことで頭使ってたかな。それで結果出たんだっけ？どうだったっけ？うん、まあその大会優勝できた。そうだよね。あ、うん、まあ、中国のその年代のチャンピオンにはなれたから。すごいすごい。なんとか。うん。へえ。でそのまま それって一応そこで解散みたいになるの？そう、もう選抜チームだったから、あ、そこで解散で、うん。でもうそれで話っていうか、もうそのあれは終わって。うんうんうん。うん、でまあ、日本に帰ってまた、うん、まあ、日本でやりたいなって日本のを探してたけど、うん、まあ、なかなかなくて、うん、でタイの話がまた一つでできたから、うんうん、でまああとは J リーグのアカデミーのフィジカル講師とか
1つ2つあったのかな、うんうんうん、だけどタイの話はまあトップチームだったから、おでリーグのトップチーム、ね、クラブチームのトップチームだから、うん、それが一番やっぱなんか魅力的に思えたかな、うん、その経験なかなかできないし、うん、やってみたかったことだから、トップチームの足がかりになったのはそのタイからか。なるほどね、うん、あタイでの生活はいかがでしたか、サッカーも含め、まあ 生活、うん、まあ、生活自体、まあ、人はすごい本当に優しいし、日本人に対しても、うん、まあ、日本人の印象っていうのはすごい良かったし、タイ人自体も優しい、で生活自体もまあ自分一人だったからってのもあるけども、うん、まあ生活自体はすごいしやすくて、ご飯とかも美味しかったし、うんうん、あとはまあいざとなったら日本食はなんかどの町にもなんか1個ぐらいはあって、うんとか、うん、大きいデパートとか行ったらあったから、そういうので食事で困ることもなかったし、うんうん、でまあサッカー自体もまあ、日本人の監督がやってたっていうのもあって、うん、日本人のやり方っていうのは理解し、もうすでに選手がしてた部分もあったし、うんうんうん、まあいろいろなんだろう、のんびりした国民性だとかそういうので、まあ、時間にルーズだったりっていうのは多少はしたけどもうん、うん、まあ、それはもう少しずつ、まあ、なんていうんだろう、慣れていくのと、こっちがまあ教育していく部分とっていうのは、まあ、それは監督と教育、うん、協力しながらだけど、うんうん、やっていって、でまあ、うん、まあ実際にそのトップチームだから、やっぱりその結果が出ないとクビになる世界だから、うん、そこは、うん、まあ自分の今までのその考えと、まあ、監督が結構自分の考えに、まあ、共感してくれるというか、うんうんうん、でいろいろ本当にやらせてくれる人で、うんうんうん、だからすごい自由に自分もやらせてもらった部分があって、うんうん、なので、まあ、自分としてはタイっていう国もそうだし、一緒にさせてもらった監督さんとの、うん、もうその全体的に自分としては本当にやりやすかった環境がありました、うんうんうん、なるほどね、うん、その時もじゃあ選手に言うのは英語、英語もう本当にタイ語も全然わからないし、タイ語を勉強しようと思ったけども、これはちょっと、うん、英語もそんなやっぱ得意ではないから、うん、やっぱりイタリアいるときは英語全く使わなかったし、うん、だからこれはちょっとどっちかに絞らなきゃいけないと思って、最初ちょっと英語の勉強をし始めて、うんうん、英語を主に使ってやって、でまあタイに長く行って4年もいたから、まあ、これでタイ語喋れねえのももったいねえなと思って、うん、最後の4年目ぐらいに初めて勉強し始めたのが。へえ、そのタイでの経験をこう一言に言うとするた、すると思うし。一言か。うん、まあどんな、これが印象的だったとか、もしくはこれを学べたよとか。まあ、でも本当にタイが一番発展、サッカーが発展してた時期にちょうどいさせてもらって、うんうん、J リーグの多分創世期のような感じで、もう国全体が盛り上がってて、代表チームも強くなってっていう、うん、その時にいさせてもらって、そこのトップリーグでもやらせてもらったから、なんだろう、まあ本当にプロ経験、選手もないし、今までプロ、トップのプロのチームでやったこともなかった。自分にとっては、うん、プロの世界っていうか、うん、そういうものを感じれたかなと。おお、なるほど。うん、うん、うん。へえ、うん。うん。まあ、実際、フィジカルコーチとして活躍できたっていうか、うん、まあ、仕事ができた。まあ、仕事、うん。うん。うん。面白いな。いつも Facebook 見てたもん。写真、いつも屋台にご飯食べに行く、うん、そう写真みたいな。海外にいるときに一つちょっと心がけたこととして、やっぱり海外の情報ってなかなか日本にはないから、特にサッカーで やってる人ってのは、だから、まあ、生活も含めて、うん、Facebook なり SNS でちょっとあえて多めに上げるようにはしてて、うん、あ、なるほどね、興味を持ってくれる人たちがいたから、あ、だから そこでなんか、まあ、こういうところでやってる人がいるんだ、まあ、基本的には俺は知り合いしか限定してない、限定をしてるから知り合いにしか見せてないけども、うんうん、でも
サッカーのその知り合いの人たちが、まあ、日本に帰ってどっかで会ったりとかすると、うん、まあ、見てるよっつって、うん、だからやっぱりそこで気にかけてくれるというか印象に残ったりとかっていうのがあったりとかして、そのつながりから、あ、来シーズンどうするのとか、そういう話になったりとかも実際、ああ、なるほどね、うん、発信してだからこそっていう、そう、だからまあ海外に行って日本でやってなかったらもう現場で会わない人、関わりない人とかってやっぱり頭に残んないっていうか、なかなかね、うん、関わりの深い人じゃなかったらさ、うん、あれだけども、あ、なんかそこに載ってる記事見てて、あ、こういうとこでやってる人がいるんだっていう、うんうん、そのつながりで、でも実際にそのタイの後に山口に行ったのは、うん、そういうつながりっていうか、そのきっかけでっていうのがあるから、うんうん、ああ、実際そうだったね、うん、まあ、確かにだって外国でトップリーグでフィジコをやってる人そういないもんね、うん、少ない、まあ、知らないからね、いるのかもしれないけど、うん、かもしれないけども、なかなかあんまりいないと思うし、まあね、あっても情報っていうのがなかなか、ね、うん、なかったから、自分はあえて出すようにしてた、出せるものはね、うんうんうん、出すようにしてて、うんうんうん、あ、こういうとこにいますよみたいなアピールじゃないけど、ちょっと忘れられないようにはしてた、うん、なるほどね、うん、あ、いや面白い、うん、じゃあそれを得て山口に来て、まあ、山口と、まあ、それ、まあ、山口、今岐阜はね、コロナちょっと影響であれだけど、うん、じゃあ実際は今度は日本にまた帰ってきて、フィジコとしてやりだして、うん、こうまた考えたりしたこととか気づいたことって何かありますか？うん、まあ、やっぱりその日本はすごいいろんな面で、まあ、オーガナイズされている部分っていうのもあるし、そのやっぱり準備にすごいを大事にする文化というか、うん、だからその日本でやってる日本人の指導者の人たちもやっぱその準備の部分っていうのはすごい大事にするし、事細かにするし、うんうん、でそこがやっぱりできてないとすごい注意される部分はあったりとかしたし、うんうん、だからすごい本当にやっぱ細かいなっていうのはあって、うん、結構まあタイにいる時とか、まあ、自分がやってきてたのは、まあ、全体像もちろん準備はするけども、結局その準備してた通りにならないことがやっぱり現場って多いじゃん。うんうんうん。だからそれを微調整微調整というかやっていく、いきながら指導するようなことはしてたけども、日本の場合だと準備の段階で、え、こうなったらどうするの、こうなったらどうするのってのをすごいすごい聞かれるし。ああ、うん。そう。なんか。そこの部分の、まあ、違いというか、うんうん、だからすごい細かく、うん、しておかないといろいろ突っ込まれるなっていうのはなるほどね、うん、あ、感じたかなっていうのは、なるほど、うん、いいですね、面白い、なんか尽きないんだけど例えば、まあ、よくこれもね、言い方だし言葉だからあれなんだけど、日本人のフィジカルはっていうよく言葉をどうしても使うじゃん、はい、でも確かに体の厚さとか強さってとこ足んない部分は当然あると思うんだけど、うん、その辺に関してはどうやってよく知っていこうとかありますか、うん、まあ、喋れる範囲であればまあまあまあ全然それは、うん、まあまあ本当に自分の中でも本当の正解っていうのはまだまだ全然わかんないというか、うんうんうん、いろいろまだまださ試行錯誤なんだけども、やっぱりトレーニング自体、フィジカルのトレーニング、フィジカルのトレーニングというか、やっぱりそのしっかり体を作るだとか動けるようにするだとか、うん、体に関する部分っていうのトレーニングは、うん、やっぱりまだまだ少ないのかなっていうのは日本は、あ、なるほどね、うん、習慣化されてないというか、うん、そのプレシーズンに追い込んでやるとか、うん、なんだろう、そういうのはあるけども、うんうん、やっぱ本当にずっと習慣習慣っていうのはすごい、継続っていうのはすごい大事だと思ってるから、うんうんうん、だから1週間の中にやっぱりちゃんと体を使うような、体を鍛えるようなトレーニングっていうのもやっぱり必要になってくると思うし、うんうんうん、だその部分はもしかしたらタイより
少ないんじゃないかなとは思ったりは。ああ、そうなんだね。うん。トレーニングの強度、なんだろう、プレーの強度だとか、うん、トレーニングの強度だとか、そういった部分とはまたちょっと違って、うん、その、うん、トレーニング自体に取り組む頻度っていうかな、うん、そのフィジカルのいろんな能力を高めるための、うん、もの自体がまだまだ足りてないなっていうのは、うん、それはちょっと。ああ、なるほどね。うん。ほうほう。なるほど。そこをちょっと工夫していこうみたいな。そうだね。うん。でもまあ、そのサッカーのトレーニング自体は、まあ、育成なんかでも、まあ、トレーニングの回数自体は、頻度は、ね、うん、量、ボリュームとしては多いから、うん、それにじゃあ、まあ、フィジカルのトレーニングも増やすってなると、うん、またなんかいろいろな違った問題が出てくる部分もあったりするから、うん、そこの部分は難しいなとは思うけども、うんうん、まあ、フィジカルのことだけに関しては、うん、まだまだ取り組んでない方だと思う。なるほどね。うん、そうだ、まあ、怪我の予防もしかりだもんね。そう、うんうん、鍛えるばっかりではなくて、そもそもちゃんと回復を考えてるのかとか、それも含めて、やっぱりまあその回復とか休息とか回復食事の部分も含めて、そこの部分は、うん、もっともっと必要なのかなとは思います。なるほど。いや、ありがとうございます、はい、じゃああと2つかな質問、はい、まあ、なぜこの対談になってるかっていうのは、その今まあ進路に悩んでいる、まあ、高校生なのか大学生なのか、まあ、今後サッカーできていきたいなみたいに思っている人たちに、こんな道もあるよっていういろんな人のパターンっていうか、いろんな人の人生紹介してるんですけど、まあ、その進路に例えば悩んでいる大学生に、こういうふうにしといたらいいよ今とか、もしアドバイスがあれば、今の井田ちゃんの立場で、うんうん、まあ、自分自身やっぱりこれはまあ僕がっていうのがあるかもしれないけども、好きなことじゃないと続かない人間なので、うんうん、やっぱり自分がこうやりたいって思うことをじゃないと仕事にとして続けていくにはできないっていうタイプだから、うんうん、じゃあそのためには何をしなきゃいけないのかっていうのは考えるというか、うん、だから、うん、自分がいろんななんか選択肢があった時も自分が興味を惹かれるというかワクワクするものを選ぶし、これ、うん、これやりたいなって、あ、この中だとこれやりたいなっていうものを選ぶし、うんうん、だからまあそれはいろんな性格の人がいるから、まあ自分がどういう性格かによってそれが変わってくるから、まあ自分自身がどういうタイプなのかっていうのはまず知る必要があるし、うんうんうん、あれ、まあもし僕のようなタイプだったら、僕はまあそういう自分が、あ、これやりたいとかいうものをやるようにしてます。素晴らしいいいです、ありがとうございます。でそして最後かな、今後の展望っていうか夢とか目標とかあったら教えてください、うん、まあ、こんな今後どんなコーチになりたいとかでもいいけど、うん、まあ結構聞かれたりするけども、うん、正直毎回言ってるのは、この仕事ってまあゴールがなくて、うん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 、例えば、ね、日本代表のフィジカルコーチになったからそれがゴールっていうわけでも終わりでもなくて、うん、どっかのクラブのチームにでやったからゴールっていうわけでも ないから、うんうんうん、最終的な到達地点ってのは分かんない、うんうん、今の時点では本当に。でも、うん、とまあやっぱり、まあ、現実的というか自分の、うん、今後としては、まあ、やっぱり、まあ、J リーグでようやく、コーチとしてやらせてもらえるようになったから、まあ、去年まで J2 でやってて、今年はまあ J3 の舞台、やっぱり J1 の舞台でやってみたいっていうのもあるし、うんうんうん、あとは ACL とかの国際大会に出てみたい、そういうところもあるようなクラブでもやってみたいっていうのもあるし、やっぱりあの海外とかそういうところでもチャンスがあったら将来的にはっていう、うん、まあ、やっぱり自分の経験してないことをいろいろもっともっとやっていきたいっていう、うんうん、それが、うん、
今後の目標というか。なるほど、やってないこと、自分がやったことないことをやってみたいっていうの。いや、面白いな。ありがとうございます。こちらこそ。はい、以上になります。はい。ありがとう。いやー、面白かったな。いろいろとダラダラと長くなってしまったけど、俺は。すいません、こっちも。いや、面白かったです。話すと面白いからね。そうそうそう。人のやっぱね、リアルな話が一番面白いよ。本当思う。いやー、いいな。ちょっと今後は楽しみなんで。なんとか再開するか。なんか、なんとかしよう、なんとかしそうな空気感なんでしょう、ちょっと今ね。まあ、ちょっとずつね、なんかトレーニングを始めてた、ね、あの、自主トレーニングとかから始めてくるクラブとかも出てきてるみたいだし、まあ、あとはもう、リーグ自体はさ、もうね、国がどうするかっていう部分が、でかいからね、あれだけど、まあ、地域ごとで見ていってると結構、ね、だいぶ、また、まあ、油断はできないんだろうけど、ね、下火になってきてる部分があるから、まあ、それでね、うまく、なんとか、今年、やってもらわないとね、仕事がないです。いや、本当そうです。それもあるけど。だから、これ以上だから、だって、経済活動止めたら、マジでやばい人、本当にサッカーに限らずだけど、まあね、サッカー、もう大量に出てくるから。そうそう、サッカー以外の人、そっちの方が、ね、また、大変だから。そうね。わかりました。はい。いや、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。また連絡しますので。うん、ぜひぜひ。はい。ちょっと遊びに行けるようにもします。はい。お願いします。お待ちしてます。はい。今日は以上です。はい。はい。では、ありがとうございました。はい、ありがとう。お疲れ様です。はい。はい、失礼します。